先日行われた5冠交流会にて、5冠の選手には性格が9つあることが分かった。今回はそれを検証するのか。選手の性格を探るポイントはいくつかあるが、一番わかりやすいのは呼び出しの時。信頼 E の選手を呼び出した時の反応が9パターンあることを確認した。信頼 E の時に本性を表すのなんか嫌だな。まあ、パターン数と性格数が合致しているな。それぞれの反応パターンを上に記しておいた。口述するが、9パターンは3タイプに分類できる。詳しく見たい人は一時停止しながら見てくれ。呼び出ししたことある人ならよく見るおなじみのコマンドもあるだろうな。さて、分類化した性格タイプだが、以上のようにアクティブ、中間、クールで分かれる。次に、性格が9つあるといえば、そう、コーチの性格が思い浮かぶ。コーチの性格は以上の9通りだな。ということで、選手の性格も以上の9通りの性格と合致するのではないかという仮説を立てた。左の動画からもわかるように、コーチと相性のいい選手がいる。それをさっき出した呼び出しパターンと照合しよう。それによると、呼び出しパターンによってコーチとの相性が変わっていることがわかった。上の表の見方は、呼び出しパターン A の選手はポジティブ、熱血、褒めて、妥協しないの4コーチとの相性がいいとの表示が出たということだ。この表を見れば、3タイプへの分類の意図もなんとなくわかると思う。わかりやすいぐらい共通点がまとまってるね。ということで、選手の性格のある程度はわかったと思う。だが、ここからさらに絞り込むことはできないか。ここまでかと思ったんだが、相性といえばあれがあることを思い出した。あれってなんだ？投手と捕手の相性のことだ。これもおそらく性格が関与していると思われる。なるほど、確かに。上の図は縦軸が捕手の呼び出しパターン。横軸が投手の呼び出しパターン。いい感じに相性は散らばっているんだな。この表の面白いところは、B と B のように、同じ性格同士だとプラス1かつ A と A だけは0になる点。同じ性格だからプラス2というわけではないんだな。また、投手 D 捕手 A はプラス2なのに、投手 A 捕手 D はマイナス1になる。投手捕手で逆転すると、プラマイが逆転するということだな。そして、プラス1の範囲が、先ほど分けた3タイプに収まっているのがわかる。A のプラス1は B と C で、アクティブタイプ内だな。さて、いよいよ本題。各選手の性格を絞り込んでいくよ。そんなに絞り込めるのか？と言ってもあくまで仮定ではあるが、今回は以上の2点を前提とすることとした。初期性格っていうのがそもそもわからん。実は、性格の細分化はバージョン 5.84 のアプデで追加されたもの。アプデ前は4種類しかなかった。そして呼び出しパターンを示した時に、異常に数が多かったパターンがいくつかあり、それが B、C、G、I タイプ。初期からあるからバリエーションが多いっていうことなのか。熱血、褒めてはアクティブタイプで、冷静、自主性はクールタイプだから上のような仮説を導くことができる。2については、もう一度いいパターンを見せるが、これはどう見ても面倒見だろうと思った。確かにこれはわかりやすいな。この仮説を踏まえてもう一度 C リードの表を見せるぞ。注目してほしいのは、E から I。プラス2になっているのがわかる。では、E と I の共通点を見てみよう。面倒見だな。そう、つまり、以上のことが成り立つと推測できる。あとはこれを他のパターンにも当てはめるだけ。ところで、さっきの過程では B、C は熱血をあ褒めて、G、I は冷静をあ自主性とした。該当してるな。ということで仮説だが、結論はこのようになる。あくまで選手時代の性格は、コーチの性格と同等であるとは限らないことには留意したい。大雑把な説明かつ内容が多岐にわたるので理解できなかったかもしれないがこれで以上だ。不明点や質問あればコメントで教えてほしいぜ。それではご視聴ありがとうございました。